ございます。なんか人いっぱい来ました。今日はめっちゃ並び始めた。やばい、ちょっと行ってきます。やばい、急にいっぱい来て急に並び始めたから行ってきます。また後ほど。はい、こんにちは、ラムコちゃんです。島村から帰ってきました。はい、ということで今日は11月20日土曜日ということでチラシの日だったのでテラさんとヌムさんの発売日でした。ということでちょっとテラさんのものが見たいなと思って島村に行ってきました。で、私がいつも行ってる店舗は小さいお店というかあんまりインスタとかでバズるような服が全然置いてないので今日は人気のある服が置いてるような島村に行こうと思ったんですけど、もう朝から車がダダゴミでもう家を出て 100m ぐらいで諦めて結局一番近所の島村に行ってきました。はい、ということで今日はテラさんのお洋服を2点購入してますのでよろしければ最後までご覧ください。1点目に購入してきたのはこちらです。はい、こちらのニットを買ってきました。昨日ノーマークだったニットです。はい、なんかね試着したら意外と良かったので購入しました。商品名が TRW 配色 JQ プルオーバー M サイズ中黒税込み1969円。チャンキーはもう持ってるので諦めて、でツイードっぽいやつをね買おうと思ったんですけど、でツイードっぽいやつとこれも見た感じ可愛かったので両方試着してこっちを選びました。なんかねこれすごい人気だったみたいで、もうカゴあんまり持たないで買い物するんですけど、こうやって持って、あ、なんか三原ういさんとかのコーナー見てたら20代か30前後の、 若い男性に声かけられて、これってどこに売ってますかって言われたんですよ。だから、まあ、奥さんとかに買ってきてって頼まれた人なんかなと思って、でなんか電話してたんで多分私 M 取ってたから電話してなんか L を買って帰ったみたいな感じでした。多分素材はアクリル40、ナイロン30、ポリエステル 30% です。 M サイズなんですけど結構ね大きめのサイズ感かなと思います。柄はこんな感じですね。ドットというか柄はこんな感じで、何柄っていうんだろう、最近よく見る柄、ドットがいっぱい並んでるような柄で、首元とこの、ボタンのところと袖とこの裾は黒になってます。後ろもこんな感じで普通です。はい、着てみました。こんな感じです。可愛くないですか。なんかねここの黒の縁取りもすごい可愛いし、ここの部分もね持ってない柄かなと思ったので買いました。 M サイズなんですけどかなりダボっとしています。袖も普通に下ろして本当に指しか出ない感じなので、まあ、少しまくって着るのが正解なのかなと思います。この辺の身頃も余裕があります。でここのボタンは本当に外れる感じですね。なので中にちょっと薄めのタートルとか着ても可愛いのかなと思います。はい、ということで次に買ってきたのがこちらです。はい、こちらのスカート、コーデュロイスカート買ってきました。昨日からもう色がすごいドツボだと思ってて、どうしようかなと思ったんですけど、実際試着してみたら結構ドンピシャの商品で買っちゃいました。前にピンクのコーデュロイ買ったんですけど正直あれよりは使えるかなと思います。商品名が TRWC11WASK91 M サイズで中青税込1969円。しっかりしたコーデュロイ素材のスカートで、前出たピンクのねコーデュロイスカートの生地と同じ感じかなと思います。はい、で丈が91あるので結
構ね、身長が低い方には厳しいのかなとは正直思います。チャックもちゃんと YKK だし、ポケットもありますし、こっちにもポケットあって、後ろにスリットが少し15センチぐらい入ってて、裏地はない感じです。履いてみたらこんな感じです。足の可動域はこれくらいです。これ以上は開かない感じになります。長さは160センチでくるぶしぐらいまでになるので、結構本当にね、長めかと思うので、ちょっと低身長さんは難しい感じのスカートになるかなと思います。で、コンバースとかね、ブーツとかでもいいと思うんですけど、コンバース合わせでも結構決まると思うので、冬とかもね、こんだけ長いと割と保温性あるんじゃないかなと思うので、活躍させたいと思います。ちょっとね、私でもこのスニーカーの紐の上にちょっとスカートが乗るぐらいの長さになります。こちらは綿 100% でコーデュロイ素材なんで伸縮性はないんですけれども、このウエストの後ろが少しゴムになっているので、若干の余裕は、伸びの余裕はあるかなと思います。What to do to blow my mind